いさい。チャンプルーですですです。今日もですね、まあ一人飲み会っていうことで、今日はウォッカにパイナップルを入れてっていうやつですね。うん。あとはですね、今日は羊を食べようということで、まあこんな感じですね。いうようですね、映ってますかね、羊さんね、こんな感じで、おっと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 、おっかっかっか。たまにはね、羊もいいですよね。まあセロリをね食べながらっていうやつなんですけど、うん、で今日もまあ毎日ちょっとリハビリをねしようと思って、そうですね、散歩したり海辺を歩いたりしてるんですけど、またねショッピングも結構ねいい運動になりますね。これはマーシャルっていうところでベルトをね今日2本買ってきました。まあ元の値段が35ドルでスペシャルで9ドル95、まあ1000円ぐらいのもんですよね、100円計算にしますと。日本同じパンツじゃない、同じやつを2つ買ってきて、あはっ臭みようだねすいませんね。あとですね、日本のね、ゆくびのね、いつもアンダーウェアっていうか、シャツっていうかね、をいつも利用してるんですけども、2、3年帰ってないんで、3年ですか、帰ってないんで、もう、色とかね、黄ばんじゃったりしてきてるんで、もうしょうがないんで、アメリカのやつを買ってこようっていうことで、まあ、先週ぐらいからね、こういう感じでゆくびを買ってきて、アメリカのやつでもまあ悪くないかなとかっていうやつですね。クオリティは日本の方がいいのかなって、自分としてはそっちの方がいいですね。まあこれは 4枚で14ドル99、まあ15ドルぐらいですか、スペシャルのプライスで。まあこんな感じですね、色がね、色違いでこうありますね。あとパンツもね色違いでね、これも14ドル99、まあ100円換算でいくと1500円ぐらいのものなんですけど、いろいろね、白とか黒とか赤とかね、黄色はないですね、信号じゃないからみたいなやつですかね。これを今日マーシャルっていうところでね買ってきました。ベルトとベルト2本に、あとはこの羊をこうボーンズっていうところで買ってきて、今これから羊をね食べようっていうところですね。まあ美味しそうですね。まあこんな感じでもういいんじゃないですかね。こんな感じですかね、映ってますかね。羊みたいなやつですね。羊まあ、たまにね、食べるんですけど、あちちちち、あちちち、あちち。もう悪くないですよね。まあ、こんな感じですかね。ね。まあ、これがですね、この2枚で、そうですね、1000円ぐらいのもんですかね。で、ちょっとね、やっぱり羊の匂いとかがきつい時には、こういうウォッカとかでね、ちょっと蒸してあげると匂いとかね気になる方がいらっしゃるんであれば、ちょっと食べやすくなりますね。羊ラム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 パッチサビラ、うん、ちょっと塩気が足りないですね。ちょっと塩がパラパラっと。
とブラックペッパーもちょっといけますか。ブラックペッパーみたいなやつですね。まあたまにはね、皆さんもあの羊とか、まあ、ジンギスカンとかね召し上がられると思うんですけど、まあ羊もねこう独特な味で悪くないですよね。こんな感じでね、うん、いっぺーまさいびー安心また野菜またベジタボーピッ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 ピューポポポ。